ドミトリー・イリチリスは、ロシアの指揮者。サラトフ州バラショフの出身。モスクワ音楽院で、ドミトリー・キタエンコに、指揮法を学び、在学中より、ドミトリー・キタエンコ指揮家の、モスクワフィルハーモニー管弦楽団の練習指揮者として、研鑽を積んだ。百八十四年に、音楽院を卒業すると、クズバス公共楽団の指揮者陣に加わり、百九十一年に、 主席指揮者に昇格。1995年にロブロフォンマ・タチッチ国際指揮者コンクールで優勝して、ウラルフィル・ハーモニー還元楽団の主席指揮者に転じたが、1997年から1999年まで、ロシア・アメリカユース還元楽団の主席指揮者。1998年から2003年まで、ロシアナショナル還元楽団の準指揮者。 2016年から南ネーデルランドフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を兼務。ぜいぜい。ファイ。オリジナルの2020年10月11日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ,ッシュ n j v c u 二0 2 0年10月11日閲覧。ドミトリーリス、名古屋フィルハーモニー交響楽団。 2020年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月16日閲覧ドミトリー・リス・ディスコグソハット2020年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年10月25日閲覧アーカイブ2019年3月1日ベーバックマシンありがとうございます